私が大好きなお姉さま杉本彩さんのオーガズムライフ私の解放宣言を読んでいきます欲望を抑圧するのはつまらない人間の欲望は全て深さと強さが比例しているはず例えば食欲のない人には性欲は起こらないし人間は にあ人生に対する向上心がないとセックスだって絶対に面白くならないいかに欲望を失わずに生きていくかそれが現代人に与えられた課題でもあると思う欲望という言葉の響きからすると抑えておかなければいけないもの人に知られてはいけないもの知られると恥ずかしいものというイメージと結びつきやすいけれど私は欲望はもっと肯定的に受け入れ,受け入れられるべきだと思う 欲望は生きるために必要不可欠なエネルギー源なのだから誰もが持っている当然のものむき出しにして叱るべきものなのにそれを抑えつけるということは生きながらにして死んでいるも同然なぜもともとあるものをそして次から次へと湧き上がるものを人々は抑圧しようとするのだろうか私にはそれが不思議で仕方がない。セックスにおいてさえ お互いの性的な欲望をさらけ出せないとなると一体人間の欲望はどこまで解き放たれることになるのだろうか欲望が欲圧通された状態を続けばパンクしそうなストレスを避けるために欲望そのものに,に蓋がされてしまうはずそうなると情熱も一緒に失われてしまうし精鋭な希望も執着心も向上心もなくなりエネルギーゼロのいける屍同然になるに違いない ももちろん欲望を抑えるることも時には必要であるそれが淫猥さを生み出すからけれどもその欲望を解き放つ場があればこその淫猥さであるはずそして欲望を発散できる場を共有する唯一の相手が恋恋人であってほしいと私は思う愛する人であればこそ どんな変態的な欲望でも受け入れたいと思うはずだし2人だけの秘密を持つ喜びが2人をもっと強く結びつけるはずだからだから男性は女性が性が的なな欲望をを口にすることを否定しないで欲しいいで男性が女性の欲望を否定するということは自分の欲望の限界を定めているのと同じ女性は男性よりも先んじてはいけない。 とか男性が支配しなければならないという勝手な思い込みによって女性の欲望をコントロールし男性自らがセックスの快楽をつまらないレベルに押しとどめている男性がセックスでよ,いより深い快感を味わいたいなら射精という肉体的で直,直線的な快楽にとどまることなく女性の精神的な欲望を解放させてあげるべき女性が自らの欲望をさらけ出すことによって 男性自身も欲望も解き放たれお互いによりハイレベルな性的快楽を得られるようになるに違いないのだからまあ杉本彩さんは割と欲望に素直に生きることが好きででまあ結構快楽主義者でもあるですよねうん、まあ、それが故にまあ 抑え込もうとするうー、ねえー、ものに対しての、うんえー、反発心みたいなのがちょっと、ねえー、よく見られますよね、文章の中に。うん、そうなんですよね、まあ、抑えられたところで、まあ、どこかでなんか歪みが出てきますよね、やっぱりストレスがバーっと溜まっていって。 本当の自分と向き合ってね、えー、ちゃんとね、えー、解放してあげるっていうのもね、えー、大事じゃないかなて私も思います。はい、それではよ,よかったらチャンネル登録お願いします。